どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はですね、このウクレレを使って皆さん演奏していると思うんですけど、質問が大変多い。最後のね、ジャカジャン、ジャカジャンについての解説動画をアップロードしてみようと思います。お役立ち動画ですね。ウクレレお役立ち動画。実はですね、ガズさん、いろんなこの手のですね、すごいウクレレをやる上で役に立つ情報も、ガズレレ YouTube チャンネルですでにいろんなことアップしてるんですよ。ここでリンク貼っときます。お役立ち情報、他にもたくさんあるんでご覧になってください。で、今日は、だからこれです。じゃがじゃん!いつも曲の最後でやる、あのやつ。あれです。じゃがじゃんの方法、マスターしちゃいましょう。はい。で、ガズレレ。これね、一応皆さん、いつもお決まりのやつなんですけど、ウクレレやってみたい方、まずもうちょっとしたらこうリンクありますんで、始めましょう。どんどん楽しくできますんで、はい。そこの、今からリンク貼るところの初心者レッスン、ここというところにジャンプしてもらって、数字の通りね、YouTube、ガズレレ YouTube 見てるだけでどんどん弾けるようになりますんで、はい。じゃあリンク貼ります。初心者レッスン行ってらっしゃい。クリック!では早速解説に入っていきましょう。これはですね、最初に整理しておきますけど、結構分析していくと相当奥が深いんですよ。いろんな要素がこのジャガジャンに入ってるわけです。まずですね、ちょっとじゃあ悪い見本をやろうと思います。見ててくださいね。これ悪い見本。悪い見本はまあわかるでしょ。ここが中心になってこう動いている。肘で弾くと、このジャカジャンの速さが追いつけないです。グググってやるときに、要はこう、なんていうのかな、ここの要は力こぶのところが筋肉痛になりますからね、そういうことやってる。つまりこのね、ここ系動かすとうまくいかないよっていうのは、これ実はですね、16ビートとかの、まあ、8ビートもそうなんですけど、ストロークのところの、基本にもなってくるんですよ。はい。じゃあどうするかというと、やっぱこの手首の動きであったり、もっと言うと手首のここの動きと、あとね、この動き。はい。こっちなんですよね。見ててね。ここ全然動かないでしょ。はい。こんな感じ。まずここが大ヒントでございまして。だからこのジャガジャンを極めていくと、8ビートとか16ビートのストロークにも通じる凄まじいものがあるということでございます。だからダメな見本をやると、ここを中心にこう動いてる人は、こうなりますよ。硬い。ジャガタッ、ジャガタッ、こう、くって、こう、力こぶができる。で、手首とこの指のね、これをやると、涼しい顔出てきる。これじゃないとね、最後に、ジャカジャンってなってたんじゃ、ちょっとね、力が入っちゃいます、ね。はい。じゃあ、ちょっとね、イメージトレーニング。これよくやるやつですけど、まあ、手を、右手、自分の顔の前ぐらいに持ってきてください。こっからはもう1ミリグラムも力入れちゃダメですよ。力何にも入れない。指も何にも。こうやってブラ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 と揺すってください。こう、正面から見ると回転してるイメージ。こういうのがいいんじゃないかなと思うわけですよ。その時に、ここはこう動いてないでしょ、全然。こうですよ。こういうイメージを持ってくださいよ。さらに、ここね、指、力を抜いておくと指もこう自然にこう、ね、柳の木のように揺れるじゃないですか。これもすごく使いたいわけ。こう、ほうきで吐くようなイメージ。すごいでしょ?こんなやつです。こういうイメージ。こう、ほうきで吐く。なら、これが弦だとしますよ。そうすると、こういうイメージですよね。こう、パタ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 、これ。このイメージがきっといいと思うんです。はい。まずじゃあ止めずに、こういうイメージですね。こうよ。だからこれ16ビートでもこれかなり応用できますからね。なんでまずこの手首の柔らかさ、これをやるときに見て、ここは動かないでしょ。ほら動かないんですよ。だからここを動かさずに、こことここのこの回転とこういう回転とここのこれね、このしなやかなこう、これをこうミックスするんですね。で、イベントなどでもよく質問があるんですけど、ガズさんってどの指で弾いてるんですかって質問もあるんですけど、これはですね、よくいろんな説があるんですけど、ガズレレ流ではですね、これはね、いつも決まって答えてる答え方がありまして、そこを、ね、朝、掃除してる、お隣のおばちゃんがいて、おばちゃん、おばちゃん今そこほうきで入ってるけど、それ何番目のほうきの毛で入ってるのっていう質問と結構同じかなと思ってて、もう要はほうきと考えちゃうんですよね。もう当たるところがどこ当たってるかもうわかんないって感じで、こう、まあほうきで吐くような、さっきも言ったけど、イメージを持つと、まあこの、
4つの指が動いてていいんじゃないかなと思うんです。で、じゃあちょっと実験ね。さっき戻ったけれど、この横にやってるやつ、これ、こうやってクーってやってるじゃないですか。これすごく自由に動くでしょ。じゃあこれ指1本にしてみてください。こういうことだよね。そしたらなんかね、すごく不自由な感じするんだよね。なんか自由じゃないの。で、やると、あ、自由だな。あ、なんか動く、なんかそんなイメージ。なんでまあ、ガズレレリではこの、本当にこういうダラ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 、こう、ほうきみたいなイメージでやるのを推奨しております。はい。で、こういう感じ。はい。このね、まずイメージ。これはですね、言っときます。8ビートも16ビートも、この指、手首とこの指の動きは、ガズレレ理由で考えますと、ものすごく大事になりますから。ここはですね、16ビートで言っても、1、2、3、4って大きいリズムを取るときに肘を動かすという感じです。ちょっとじゃあ C で弾きましょう。16ビートね。チャをやったって。1、2、3、4、その1、2、3、4って大きいリズムを取るときに肘を動かすわけです。で、ね、ダメなやり方、あ、これ疲れるやつですから、もうここ筋肉痛になるやつですからね。これはちょっと音もね、力が入っちゃってダメでしょ。やっぱこのね、このほうきで吐くようなときにいい音が出ます。だけど全然話が逸れちゃってるんですけど、結局ね、ジャガジャンもこのしなやかさがないと気持ちいいね、これならないんですよ。はい。ということで、まずこの手首の柔らかさと、これをね、それすごい重視してくださいよ。もうこのイメージトレーニングですよ。もうほんとこう柳の木のようにね、パタ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 、ほら、今いいですよ。ほら、服に、ヘリコプターみたいになってパタパタパタなんつって、このぐらいの柔らかい勢いがいいと思います。はい。肘は全く動いてない。こういうイメージを持ってくださいね。上から見るとこんなイメージですよ。ちょっとね、角度変わるとわかる。結構これがこう出てきてるわけだ。はい。で、これで、まず、基本はこの手首とこの指、覚えておいてください。で、こっからなんですけど、ジャガジャンやるときに、二つやり方があります。最初に答えを言っちゃうと、チャ、8ビートのチャとか16ビートのチャで止め方と、カッティングで止める止め方。二つあります。これはですね、どっちかというと、カッティングで止めた方がキレが良くなると思うんですけど、どっちでもかっこいいんで、まずはじゃあ、チャの方法、で止める方法をやっておきましょう。皆さん、8ビートのチャとか16ビートのチャっていうのがガズレレでよく出てくるんですけど、もしよくわかんない方、ここのリンク、これウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページのリンクがあるんで、そこでちょっと見てもらいたいんですけど、どういうやつか。まず8ビートのチャ、ドンチャドンチャ、このチャをドラムで言うとタッとスッとタッというふうにこうチャ入れてるんですけど、このチャのやり方っていうのは、まあ最近挙げた一番わかりやすいシンプルなやつでいくと、この指のね、また繰り返しになりますけど、この3つの指あるじゃないですか。人差し指、中指、薬指の爪。この3つをこう、全部均等に並べるんですよね。そして、このウクレレの4弦のこの辺に持ってきて、潰す。これが結構、わかりやすいかなと思います。このイメージを持ってください。はい。これをストロークの中に入れる。とにかくチャッという音をさせるんですね。やった時にここで弦を潰して音を止めてるんですね。ここで、はいはいはい、これで音を止めるパターンだとこうです。ジャガジャ、最後のジャガジャって3回ジャガジャってなるじゃないですか。最後の1回でチャをやる感じです。こんな感じですね。さっきも言ったけど、手首とこの指を柔らかく使わないとこのスピードで弾けないですよ。はい。これがチャで止めるパターンです。じゃあもう一個の方、カッティングで止めるっていうのはね、どうなることか。じゃあちょっと見ててね。まず基本ですよ。 C を今押さえてます。で、右手で C 全部コードを弾きました。そして左手で音をパッと弦に触って止めるカッティングです。いいですか、もう一回。ほら、音止まるでしょ。これは触れるんですよ、左手。押さえちゃダメよ。押さえちゃうと、音出ちゃうから。パッ。パッ。こう。触れて音を止める。これをカッティングの、まあ、左手で止めるカッティングの手法なんですけど、そうするとですね、こんな風になります。ちょっと右手見ててね。ほら。左手でサッと止めるから、こっちは、なんて、浮かしたまんま。ほら。こっちの方がスパッと切れる感じがするんですよね。
はい、Am でやっても、はい、チャでやると最後、まあ、こっちもキレがあるか、うん、もうお好みですね。私はね、よく見てみると両方取って止めてたりとかするんですけど、まあ左手で止めてんのかな。ガズさんは左手で止める派だと思います。せーの、チャラチャ、こんな感じですよね。はい、この2つの止め方は、だからチャで止めるときはジャージャージャって止める、左手のカッティングで止めるときはジャージャージャ、こうやって止める、覚えておいてください。で、おまけです。その前のジャカ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 って伸ばすじゃないですか。あれもさっき言ったこの手首の柔らかさとこの指ですよ。せーの、ジャカジャカ、こんな感じです。はぁ、ね、面白いでしょ。力も全く入ってないですからね。力が入ってるってことは肘が動いてる証ですからね。これやってる証拠ですから、この疲れるやつは。もう全然もうこんな顔で、せーの、こんな風にできるわけでございます。いかがだったでしょうか。もうこのジャカジャン、このほんと0コンマ何秒みたいなところに結構なロマンが詰まってるでしょう。これをだからね、初心者の人とか、ジャカジャンやりたいんですけどって質問を受けるときに結構説明に困るやつで、結構この16ビートとかチャの要素、結構高度な技がこの一瞬に詰まってるんでね、まあそういうとこもロマンがあるかなと思って今回、シェアしようと思いました。で、あとね、ちょっとな流れで、質問なんですけど、これガズさんの送れるこれついてるんです。これ水引きなんですけど、これ私の地元がね、長野県飯田市っていうと水引きのすごく名産なとこで、なんとうちの両親がもう40年以上これを作ってる人なんですよ。職人さんっていうかね、まあ内職でやってるんですけど、もうホビーなんですけど、うちの両親が作ってる、そこにはめてたら、あれ何ですかってことで、今販売します。ホームページでも販売してますんで、ちょっと覗きに行ってください。これはね、挟んでるだけですから、はい、特に別に加工もいらない。この弦とヘッドの間に挟むだけで、すごいカスタムできるんで、これあるとないじゃだいぶ雰囲気が変わりますからね。皆さんもちょっとやってみてください。はい、よろしくお願いします。てなことでですね、今回はお役立ち動画ということで上げてみたんですけど、何かの参考になればいいかなと思います。8ビートも16ビートも結局、よく見ると、この手首の回転とこの指の動きなんですよね。はい、8ビートもね。はい、なんかこの手首の柔らかさ、これは相当ね、奥が深いですよ。皆さん、やってみてください。じゃがじゃん、ありがとうございました。さあ、ガズさんですけど、このちっちゃいウクレレ持って全国イベントに飛び回っております。ちょっとソールドアウトが大感謝、ありがたいことに続いてるんですけど、情報と、あと本の情報、あとはこのウクレレの情報、この後ちょっとご案内動画引っ付けときますんで、お時間ある方もない方もぜひご覧になってください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。さあ、これからも YouTube でどんどん楽しい動画、音楽できる動画、アップロードしていきますんで、皆さんもぜひ一緒に楽しんでいてください。音楽はね、聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ありがとうございました。ではご案内動画どうぞ。はい、そういうわけでひとまずはこのガズレレ .com で最新情報をチェックしてください。ガズレレホームページのリンクもここに貼っときますからね、よろしくお願いします。さて、ガズレレイベント情報、11月は宮崎行きますよ。宮崎、はい、宮崎の方以外にも日本中からこう集まってくるのはいかがでしょうか。なぜかと言いますとですね、これ見てください。今予定されているものはこのソールドアウトになってしまいまして、今ここだけがまだチケット販売中です。皆さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、この後もどんどんイベント増えてきます。今のところの情報はっていうところなんで、ちょっとフォローしておいてくださいね。ホームページなのでよろしくお願いします。あと、このウクレレの情報、これベトナムで作ってるガズのわがままウクレレ、クラウドファンディングでももう大変なご支援をいただき大ヒット中でございます。で、事前販売予約ホームページを立ち上げたところ、もうありがたいことで、そこもちょっとソールドアウトになったんですけど、もうすぐ2、3日で、また新たな在庫確保できる、またそこ動き出すんで、ちょっとフォローの方引き続きよろしくお願いいたします。あと、インターン、ベトナムに行く半年間のインターン、10月いっぱいで募集締め切ったんですけど、10名様ほどの募集をいただきまして、これからちょっといろいろ面談に入っていくという流れにおりまして、またその辺もシェアしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ガズさんですけど、本をいっぱい出してます。まずこれ、リットンミュージック社から出ている100曲入りのめちゃくちゃ簡単なウクレレ、ソングブックです。よろしくお願いします。あとはね、主の友社からこういう、ガズさんのいい話が載ってる、人生のこと語ってる本も出てますね。主婦の友社、そんなのもお願いします。ブログとかもホームページで書いてますんで、いろいろと探ってみてください。音楽は音楽だけじゃなくて、こうライフスタイル全体に関わるんで、そんなことをまとめてガズレレではシェアしていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。バイバイ。